さあ本日は、パーカーに、アウターを合わせていきたいと思います。まず相応の、パーカーなんですが、まず一つはこちら、ユニクロ U の、セットプルパーカー。これは S サイズになります。S サイズ、僕今流行りとしては1ランクも2ランクもサイズ、オーバーサイズを選ぶのが、今のトレンドなんですが、僕はなぜかこの1ランク下のサイズを選んでおります。これが僕の S サイズのスウェットプルパーカーです。さあ、そしてもう一つがこれ、GU の XL のスウェットプルパーカーです。さあ、評判のいい GU のパーカーというものを僕は一度着てみたいと思っていましたので、これを着てみて、どっちがこうアウターとか、どうですかね、このサイズ感の違い。S と XL。まあ、これでアウターを、何枚か着て、ちょっとどういう風になるのかやってみたいと思います。ユニクロ U の S サイズのスウェットプルパーカーを着てみました。やはり何か S サイズでやってピチっています。やはりもう僕はもう認めます。この S サイズは確実にオシャレではありません。やはりトレンドを反映されてない自己満足の S サイズを買ってしまった。これはもう僕は認めざるを得ません。これはって無理やりこう白いシャツを出してなんかレイヤードっぽくしてみたんですが、これはなんかどうですかね。これただだらしないだけのように見えるんですが、これは僕の気のせいでしょうか。皆さんどう思いましょうか。これは何かこうただのサイズの間違えたおじさんじゃないですか。こんなのちょっと何かだらしない、どうもうおしゃれどころかいう感じに見えるんですが、とりあえずコートを羽織ってみましょうか。はい、一応定番としてグレーのコートを羽織ってみました。まあ一応これでね、スタイルとしてはまあこのグレーのパーカーに、ネイビーのコートとして非常にそのバランス的にはいいと思うんですが、なんせこのパーカーのサイズがどうもこう気になって、さらにこのレイヤードがだらしない。これ絶対シャツ隠した方がいいですよね。これはだらしないと僕は感じざるを得ません。どうなんでしょうか。まあこうやって、まあこれならまだこうちょっとマシに見える。そのコートを、パーカーのサイズを隠すためのコートになるという、何かこう、全く自分と意図していないようなこう状態になっておりますが、まあまあ、一応これでそれなりには見えたと思います。それでは、オーバーサイズコート、XL の、GU の XL のスウェットプルパーカーです。どうでしょうか。この、やはりゆったりとした、この今時の感じ、何か一気に僕はおしゃれになったような気がして、なりません。特に何かこう、袖のね、こう、ちょっと燃え袖というんでしょうかね、こう、僕もこれ憧れてましたよ。S サイズで燃え袖をどうやって作るんですか、皆さん。やはり XL で燃え袖を作って、さらにこう、ブカッとこう切る。よっぽどこっちの方はおしゃれさんに僕は今見えるような感じがします。僕は何か目覚めたような気になりますね。ではちょっとコートを羽織ってみましょう。さあどうでしょうか。何かこう非常にゆったりとこう切れとるような、なんかフードすらもなんかしっかりと立っているような気がします。すごく何か良くなったような感じが覚えますね。特に何か S サイズで体が締め付けられるような感じが、今は心も締め付けられるようなそんな気になり、この XL を着たことによって僕は非常に解放されたような気になります。どうでしょうか。とてもこのパーカーとアウターの相性が非常にいい。これはやはりね、僕だけじゃなく皆さんにもおすすめということになると。さあ、パンツはスラックスに、履き替えてみました。先ほどはね、このパーカーをちょっと酷評してしまったんですが、もちろんこのユニクロのスウェットプルパーカーが悪いわけではありません。S サイズを選んだ僕が、悪いということになります。まあでも僕もね、それはその時は S サイズというものを信じて買ったもんですから、それはもう しょうがないでしょう。しかしまあやはり、ピチッとる感じでおしゃれさんとは向こう見えにくいというのは僕もやはり認めるところです。さあそれではアウターを着てみましょう。さあダウンコート着てみました。これは MBMN です。 MBMN、非常にいいですね。 MBMN は非常にいいです。さあまあフード、 MBMN はもともとフードのここを取り外し可能でちょっとフード取ってみたんですけど、まあ、パーカーとねこうフードを合わせて、まあどうなるのかな、なんかこういまいちパッと来ないな。まあでも、非常にね、いいと思いますよ。ではちょっと、XL のパーカーを着てみましょう。XL、GU。これはやはりシルエットが一気にこう、おしゃれさんになったような自分では思うんですが、どうですかね、このゆるっとしたこの袖のこの長さも何かこう、ちょっとなんかこう、色気がないですか？ないですね。まあそれはいいんですけど、まあとりあえずこのアウターを着てみましょう。
そうですね。やっぱりこの XL の分、フードもちょっとでかいのかな。その分、やっぱりこう、フードの立ちがいいというか、そんな気はしますけどもね。でもまあ、これちょっとあれですね、ダウンコートも、やっぱりこう、襟がある分、ちょっとこの喧嘩するというかね、フードと襟が喧嘩するという感じで、MBMN と、パーカーの相性というのは、まあそこまでよろしくないのかなという感じもするんですがね、どうやったかな。もう一度ちょっと研究する必要がこれはありそうですね。さあ、ブラウンパンツです。いやー、やはり S サイズのスウェットプルパーカー、ピチっているものはピチっていますね。これは認めざるを得ません。まあ、しかし、やはりアウターで少しごまかしてみる。さあ、スタジャンです。これはブルゾンの分、この腰のレイヤードというものがね、もしかしたらすごく比較できるかもしれません。S サイズでは全くこのブルゾンの下に隠れてしまい、まあ、ちょっと動くだけでもね、パンツのこの腰元がこう見えそうになるぐらいの S サイズですから、まあその、なんというか、動きも窮屈だし、まさに酷評という感じですが、ちょっとかわいそうですが。まあ、しかしブルゾンとね、このパーカーの合わせなかなか良くないですか？やっぱりこの、スタジャンとパーカーでカジュアルでこう着て、さらに足元までカジュアルと、もうこうなったら思い切ってカジュアルまで持っていく。というのも一つのこう提案なんじゃないでしょうかね。やはり XL、腰元のレイヤードが何か少し完成しているような感じがします。さあどうですか？僕はこういうレイヤードついにやってしまいました。初めて、初体験です。初レイヤードになります。何かこう非常におしゃれになった感じがして気持ちいいですね。どうでしょうか？この僕の初レイヤード。これはこれから僕のこのレイヤード人生が始まりそうですね。非常に楽しみです。これはちょっとこれのままマジにこのまま行きたいと思うようないでたちになってしまいました。素晴らしいと思います。これは素晴らしい。グッド。いかがだったでしょうか？パーカーのご紹介いろいろしてみたんですが、まあ、僕もね、この一つレイヤードをいろいろ発見してみたり、何かこう、XL と S サイズの比較を通じていろいろなんか勉強できたと思います。まあ、今もね、このキルティングベストをちょっと着てみたんですけども、すごくね、ここら辺やっぱレイヤードというものがね、こんなにいいものだとは思いませんでしたよ。本当に。非常に何かこう、一気におしゃれの僕のレベルが上がったような、こういう気になって非常に、僕自身今回大満足しております。皆さんもね、これ非常にパーカーをなかなかやるじゃないかと思われた方は、いいねの方とかよろしくお願いいたします。それではまた明日。さようなら。ありがとう。